はい、どうもです。まあ、今日はですね、まあ、近況報告ということで、まあ、これ撮影してるのが4月24日です。まあ、前回、近況動画で、まあ、今、南大東島にいるというお話をしたんですけれども、まあ、相変わらずね、今も南大東島におります。まあ、本当は外で撮影したかったんですけど、今ね、ちょっと台風が来てて、まあ、外出れるような状況じゃないんで、まあ、それでこの建物とか、まあ、家なんですけど、まあ、家で撮影しています。で、まあ、南大東島に来たのが10月の末ぐらいで、まあ、当初の予定では、まあ、一応4月末まで働いて、まあ、そこで、終わらして、で、それで、まあ、どっか旅行行こうぐらいのことを考えてましたが、まあ、今現状旅行できないですね。まだコロナが全然収束してない。むしろなんか加速してんじゃねえかぐらいのね、まあ、勢いです。で、まあ、僕としては、まあ、ちょっとね、まあ、旅行ができない以上、まあちょっとまあね、どこにも行く予定がないので、まあだからまあもうしばらく南大東島で滞在しようかなと考えております。でね、まあこう、なんだろうな、この旅行のこの YouTube をやっている以上ね、この旅行できない環境っていうのはね、なかなかね、しんどいものがありまして、まあもう旅行にこの1年ぐらい行ってないのかな、最後台湾から帰ってきたのが、ね、2月末なんで、そっから僕旅行してないんですよ。まあ、ちょいちょいね、こうなんかホテル泊まったりとかしましたけど、こうバックパッカー旅行みたいなこの1年してなくて、丸々1年間こう旅行しないっていうのは、多分もうね、十何年ぶりぐらいの快挙です。行ってしまえば。ちょっとね、きついですね、正直。まあ僕なんてこう旅行するために生きてるようなもんなんで、この状況はね、ちょっと耐え難いというか、かといって、まあできる状況でもないんで、まあしゃあないんですけれども、まあ今のうちにね、まあこういう YouTube で、まあ動画をどんどん作ったりとか、まああとはまあ今ちょっと農業のバイトしてるんで、まあそのお金稼いだりとか、まあね、前近況報告で話したんですけど、まあちょっとね、株式投資みたいなのも始めたのでね、まあそれでね、ちょいちょいね、お金稼いで、まあこう、コロナが明けた後のね、この旅費の足しにしたいと思っております。で、まあなんだろうな、もう本当にね、わかんないんですよね。この先どうなるか。で、一応予定として考えてるのは、まあ、例えばの話、その海外には行けるんだけど、こう国境をこう陸路で越えることができないような状況であれば、まあ、こう、一応海外に行けるんであれば、まあ、なんかね、こう、ロングステイという形でね、まあ、どっか行こうかなとも考えております。候補地としては、タイかな、やっぱり。タイ、カンボジア、まあ、ビザ取れるんだったらベトナムあたりかな。ビザ取れるんだったらっていうのは、ベトナムはノービザ2週間しか入れないんで、例えばの話、まあ、カンボジアとか、まあ日本でもいいんですけど、まあね、1ヶ月とか3ヶ月とかのビザあるんですよ、ベトナムって。まあそういうビザが取れるんであれば、まあそれでビザ取ってベトナムに長期滞在してもいいかなと思ったりはしてますね。まあ、そのロングステイだったら、ま、基本は、東南アジアかなと思ってます。で、あとは、まあ、そんなもんかな。で、まあ、完全にこうコロナが明けて、まあ、旅行再開となった時に、ひとまずね、南米の方に行きたいなと思ってます。まあ、南米もう一回旅行したいのと、あとアコンカグア。南米最高峰の山登りたいって考えてます。で、あとはまあネパール、ヒマラヤの方ね。前回こう、エベレストトレッキング、それからアンナプルナサーキットトレッキング挑戦したんですけれども、まあ、次はね、スリーパススリーピークっていうあるんですよ。こう、なんか、ヒマラヤの、スリーピーク、まあ3つの山、だいたい標高6100から6400、500ぐらいかな。の3つの山があって、アイランドピーク、メラピーク、ロブチピーク。アイランドピーク、メラピーク、ログベチェピークか。この3つは、まあ、比較的、こう、登山、山登る、この高い山の中では、あの周辺の山の中では比較的イージーな山と言われていて、まあ、僕、まあね、一応初心者なんで、まあ、目指すはまずそこかなと。まあ、なんかドハマりしすぎて、最終的にこう、なんかエベレスト登りますとかになったらね、あれなんですけど、まあ、ひとまずその3ピークやってみたいなと考えております。で、
あとは、どこ行きたいかなっていうか、どこ行きたいかなっていうか、もう行きたいとこ多すぎて、とりあえず、まあ、行ったことないところは全部行きたいんですよね。でね、僕はね、意外とまだ中東とか、そんなに行ったことないんで、そっちの方も行ってみたいし、もちろんアフリカ。僕初めての海外、ケニアだったので。まあね、それ以来、アフリカは行ってないんですけど、まあまた行きたいなと思ってますね。まあ当時、高校生の時ケニアに行ったんですけれども、うん。そのアフリカ縦断旅行というか、アフリカをこうぐるっとね、まあ1年ぐらいかけて旅行したいっていうのもありますね。うん。あとは、何があるかな？まあ、南米ももちろんもう一回旅行したいし、まあね、あげたきりないですね。まあ、ひとまずね、こう、旅行できないっていうこの状況が僕にとってはかなり結構きついものがありまして、こう、なんだろうな。うん、まあ、早く旅行したいです。早くコロナを終えてほしいです。シンプルにそれだけですね。で、まあね、こればかりは僕がなんか、やったからってコロナが明けるわけではないんでね。まあ、こう、時間が過ぎるのをただまあひたすら待つだけなんですよね。まあ、正直ちょっとまあきついですよね。で、まあね、こんだけ状況が続いたらね、ほんとどうしようかなってなっちゃいますよね。まあ一応まあこれから YouTube の動画どうしようかなと思った時に、まあはっきり言いますけどもう旅行の動画メタなんでないんですよ。まあだからこう動画作るんだったらまあ過去のね、旅行動画、過去の旅行体験とか、まあそういったものをベースにした、まあ旅行のお話の動画を作ろうかなと考えてます。まああとはまあ今ちょっと継続して、あんまりこう見られて、動画として見られてないですけど、こう、まあ南米のバージョンでこう写真をね、回しながらいろいろお話をしたりとか、まあしてるんですけども、そういったものでね、まあ昔の旅行のお話をベースに、ちょいちょい動画を作っていきたいと考えています。あとは、最近こう、ポケット Wi-Fi をこう増やしたので、YouTube ライブをね、ちょいちょいやってみようかなと思っております。で、そんな一回で長い時間はやらないですけれども、基本的には土日かな？考えてるのは。基本的には土日の、まあ、夜、8時とか9時とか10時とか。まあ、ちょっと考えてはないですけれども、来週からちょっと YouTube ライブみたいなものを、始めてみようと思っております。で、まあ、YouTube ライブなんでね、まあ、即興ですよね。まあ、ある程度テーマは決めますけれども、基本的にはゆるくなんか、せっかく見ていただいている方、このね、チャンネル見ていただいている方いるんでね、まあこう、そのなんか、まあ、そういった形で、まあ一応交流できたらなと思って、一応来週からちょっと YouTube ライブを始めたいと思っております。来週、一発目、来週の土曜日、何じゃ来週の土曜日って。来週、今日24土曜日だから、31かな？4月31年か、5月？26、27、28、29、30、31、だから5月1日か。ゴールデンウィーク中か。あっちゃ、やっちまったな。一応まあ、来週土曜日、一発目やろうかなと思ってるんですけれども、まあちょっとなんか僕の気が変わってね、平日でもやろうかなと思ったら、平日でもね、事前告知、YouTube の投稿、なんか Twitter みたいな感じで YouTube でもその機能があって、まあ、前もこう、YouTube ライブ始めようかなと思ってますみたいな感じの投稿したと思うんですけれども、まあ、ああいった感じで、まあ、今日 YouTube ライブやろうかなと思ってますっていう感じで、事前告知をして、で、それでまあ、YouTube ライブやろうかなと思っております。まあ、本当に動画の、その YouTube ライブのネタなんてね、まあ、何でもいいです。まあ、こう、まあ、ある程度最初はまあ、僕がお話ししますけどね、まあ、どんどんコメントをいただいたら、まあ、それに対してね、まあ、いろいろこう、アクションを起こしていこうかなと思ってます。ちょっとね、こう、ここまでね、何も旅行ができない状況が続くと、全く想定をしておらず、さてどうしようかな、みたいなね。YouTube、動画のね、チャンネルのテーマは旅行なんでね、まあ旅行しないとお話にならないんですよ、このチャンネルっていうのは。
だからまあちょっと僕自身もいろいろ考えていかなきゃなと思って。まあひとまず、うん。今のところはこう昔の動画、昔の旅行の、ネタ。それから、まあ YouTube ライブを始めると。まああとはせっかく今南大東島に住んでるんで、まあそろそろこう、南大東島の動画もちょいちょい撮ろうかなと思っております。なんで撮ってなかったんだっていうんですけど、休みの日以外、だから収録ぐらいで働いてるんですけど、明るいうちは基本働いてるんで、あんまりこうぐるぐる回れないんですよね。だから、こう休みの日しか、こう南大東島をこうぐるって回れないんですけど、こう休みの日はこう動画の編集したりとか、まあいろいろしてるんで、あんまり外出る機会がなくてですね。まあだけどまあそうも言ってられないし、まあ頑張って時間作って、南大東島の動画もね、ちょっと作ってみようかなと思っております。まあ、そんなもんですかね。まあちょっとね、こう、旅行に関係の方、まあそれからあとは飲食店関連の方とか、まあいろいろ、まあまあ言ってしまえばまあ全員きついですよね、今のこの状況。何にもできない。うん。まあね、この何にもできない状況の中で、まあね、できることを見つけてね、まあそれを淡々とこなしていくしかないんで、ね。まあ、ひとまずまあ僕は今言った内容を、まあひとまず淡々とやっていきたいと思っております。以上。どうも、ありがとうございました。